俺の名前は長川隆、どこにでもいるごく普通の社会人だ。実を言うと、俺は今年の春に愛する彩香と結婚したばかりのいわゆる新婚さんというやつだったりする。どうも腹の調子が変だな。おかしな腹を気にしつつも満員電車に揺られながら会社へと赴いた。おはようございます。よう長川って、おい、お前その顔色の悪さやべえぞ。風邪か、それともなんか悪いもんでも食ったのか。風邪ってわけじゃないと思う。悪いものか、特に思い当たる節は。考えをまとめようにもどうにも頭が働かない。心なしか電車に乗っている時よりもしんどくなってきたような気がする。風邪じゃねえって言うなら食い物の方だろ。とりあえず昨日の昼飯は問題ないよな。俺と一緒に定食屋で同じもんを食ったわけだし。ああそうだな。お昼ご飯に食べたサバの味噌煮定食に問題があったとしたら、こいつも俺と同じように具合が悪くなってないとつじつまが合わない。原因は昼ご飯ではないと思う。ということは昨日の夕食か今日の朝食が原因のはずだ。朝はヨーグルトとリンゴを食べたんだよ。両方傷んでいたってことはなかったと思う。つうことは晩飯だな。晩飯何食ったんだ。夜はカレーを食べたはず。そう、昨日の晩ご飯は確か彩香の自信作だというカレーだった。昨日仕事を終えて自宅に戻ると、家の中からカレーのいい香りが漂ってきていたことをはっきりと覚えている。このカレー緑色だけどグリーンカレーなの。そうだよ、結構自信あるんだよね。あんまりにも美味しそうだったから作りかけで食べちゃったくらいだもん。おかげでもうお腹いっぱいだよ。へえ、そんなに美味しいのか。そりゃ楽しみだ。それじゃあ早速いただきます。まずいまずいまずい、なんだこのグリーンカレー。まずさが波状攻撃してくるぞ。というか飲み込めない。口いっぱいに頬張っちゃって。そんなに美味しいの。全く逆の感想です。喉が、胃が、全身がこのカレーを拒否しています。でもせっかく彩香が作ってくれたこのカレーをまずいだなんて言いたくはない。俺はどうにか口の中のカレーを水で流し込み完食したって感じの晩ご飯だったよ。原因間違いなくそのカレーだろう。お前の嫁さんって飯まずだったんだな。何入れたのか今すぐ聞いてみろ。やべえもんが入ってたら一大事だぞ。分かった。同僚の坂田に促され、俺は彩香と連絡を取ることにした。もしもし、昨日のカレーなんだけど何を入れたのか教えてくれない。うん、いいよ。人参でしょ、それから玉ねぎにじゃがいも、牛肉にカレー粉。もしかしてカレーが原因じゃないのかな。ここまではごく普通のカレーに使う材料しか入っていない。この材料で作るのならその辺にある何も変哲もないカレーが完成するはずだ。ここからが私秘伝の材料なんだよ。ほうれん草でしょ、それにブロッコリー、あとはサバ、ゴーヤ、冷凍庫を整理してたら出てきた冷凍しじみ、隠し味で青汁も入れたかな。他にも何か入れた気がするけど、あと忘れちゃった。奥深くに眠っていた冷凍しじみって期限切れだったんじゃ。他の材料もヤバいものしか入ってない。多分胃が拒絶していたのはゴーヤとか青汁、食感が気持ち悪かったサバが原因だったんだと思う。あ、ダメだ、なんか意識が朦朧としてきた。おい長川、さっきより顔色が悪くなってるぞ。大丈夫かよ。おいおいってば。だんだんと坂田の声が遠のいていくのが分かった。それと同時だったと思う。ゆっくりと俺の視界がブラックアウトして、目を開けるとそこには見知らぬ天井があった。これじゃあまるで俺が異世界転生した主人公みたいじゃないか。などと冗談を考えている場合じゃない。ここは一体どこだ。まだ寒気が。腕を見ると点滴をされているようだった。どうやら俺は今病院のベッドで寝ているらしかった。よ、やっと起きたか。坂田か、
俺は一体どうなったんだ。状況がよくわからん。なんだ、覚えてねえのかよ。しゃあないな。お前はな、奥さんと通話している間にぶっ倒れちまったんだよ。そうか、意識が遠のいた後、俺は倒れてしまったのか。坂田曰く、俺が倒れた後は会社中を巻き込んでの騒動となったらしい。救急車を呼ぶことや俺の看病については部長に丸投げして、坂田が彩香に事情を説明したんだそうだ。今あんたの旦那がぶっ倒れちまったよ。これから救急車で病院に向かうからな。ええ彩香はひどく動揺していたそうだ。坂田は彩香をなだめつつ、俺の付き添いとして救急車に乗り込んで病院まで来てくれたのだという。おっといけね、ナースコールを押さねえと。お前の目が覚めたら押せって言われてたんだった。ところで彩香はまだ来てないのか。ああ、お前の嫁さんか。嫁さんならもろもろ必要なもんを取りに家に戻ってるよ。そろそろまたこっちに来るんじゃねえか。噂をすればなんとやら、坂田がそう言った直後、彩香が現れた。ごめん、ごめんなさい。本当にごめんなさい。おかしなものを食べさせて。もう、どう謝っていいか。とにかく落ち着け。一旦俺から離れて。おお、独身の俺に見せつけてくれちゃって。さすが新婚さん、お熱いですな。茶化してきた坂田を放っておいて、俺は彩香をなだめ続けた。そうこうしているうち、俺の担当医らしき方と看護師さんが病室にやってきた。奥様ですね。先ほど頼んでおいた噂のカレーとやらは持ってきましたか。はい、これがその夫の具合を悪くしたカレーです。うわ、匂いが。おいおい、長川、こんなもん完食したってマジかよ。率直に申し上げます、奥様は旦那さんの命を奪うおつもりだったんですか。え、そんなつもりは。はあ、このカレーは人が食べていいカレーの匂いじゃありません。こんなものを食べたら誰だって具合が悪くなります。坂田さん、窓開けて早く。了解っす。換気換気。どうやら担当医は俺が目覚める前に彩香からカレーの具材を聞いていたらしい。旦那さん、あなたも悪いんですよ。まずいものはまずいとはっきり言ってやりなさい。意思表示しないからこんなものを食わされるんです。これを食べ続けたらあなたはすぐに汚物ですよ。すみません。いやーい、怒られてやんの。奥様、グリーンカレーが作りたいならまずはレシピ通りに作りなさい。見栄を張って勝手にアレンジしないこと。余計なものを入れればそれはもう料理じゃなくなります。人を傷つける兵器になるんですよ。ごめんなさい。これ料理教室のパンフレットです。ここに行って料理を勉強してください。結局俺は大事を取って一晩入院することになった。うまい。おかゆってこんなに美味しかったんだな。あんた、ご飯で大変な思いしたんだってね。デザートおまけしておくから、ゆっくりよく噛んで食べるんだよ。はい、ありがとうございます。おばちゃんの優しさとおかゆの美味しさに思わず涙が溢れてしまった。翌日、体調の戻った俺は無事に退院することとなった。そして自宅に戻ると、本当にごめんなさい。もう二度とこういうことはしないようにするから。お医者さんも言ってたけどさ、彩香にまずいって言えなかった俺も悪かったんだよ。彩香と謝罪合戦の様相を呈してしまったけど、これからはお互いに本音を言い合える関係になれそうな気がする。そんでもって彩香は担当医が紹介してくれた料理教室に通い始めた。彩香さん、丸ごとブロッコリーを入れちゃダメでしょ。ちゃんと切らないと。は、はい。料理教室の先生はとても丁寧な人らしく、料理のことを一から彩香に教えてくれているんだそうだ。実を言うと俺も変わろうとしている。平日は彩香に料理を任せっきりにしていたけど、今はなるべく一緒に料理を作るようにしている。これなら変なアレンジをされる危険性もぐっと減るはずだ。美味しくなかったら無理しないではっきりと言ってね。分かってるって。これがきっかけになって飯まずから解放されるといいなと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。